私の見た日本。3つ目のテーマは日本人から学んだこと。外国人ならではの視点で日本の魅力や不思議を再発見します。まずはこの方。Very hot, right? Okay. これからもっと暑くなるな。アメリカ出身のアレックス・シャーフさん。暑いから。アレックスさんが住んでいるのは山形県米沢市。勤め先は米沢市役所。アレックスさん、ここでどんな仕事をしているんですか？私は米沢市役所で翻訳とか通訳とか、あと国際交流イベントの企画や運営とか。米沢市に外国人が600人以上も住んでいますので、まあ、もしなんか米沢市に住んでいる外国人が、まあ、困った時とかあれば、そういう相談とか生活の相談とかもやっています。明るく社交的なアレックスさんは自身が企画する国際交流イベントでも人気者。すっかり米沢に溶け込んでいます。でも3年前に働き始めた頃は同僚に迷惑ばかりかけていたそうです。時間にルーズなところが最初あって、毎日遅刻してて、冬のサムロストラの中に1時間とか普通に待たされて電話がつながらないとかお腹を壊してるのに冷たいものとあったかいものを一緒に食べたりとか、そうやってお腹を壊してイベントなんかに遅刻してきたりとか。そう、アレックスさんは遅刻魔だったんです。地方での暮らしに馴染みがなかったアレックスさん、それが後ろ向きな勤務態度に現れてしまっていたんです。当初米沢への親しみが薄かったアレックスさんですが、その考えを180度変える転機が訪れます。マスヤさん、マスヤさん来ました。それがこちら、細谷さんとの出会い。アレックスさんが細谷さんに教えてもらったのが農業体験です。でも一体どうして米沢への思いが変わったのか。今回のスピーチでは米沢での農業体験を通して学んだことを語ります。これはアメリカから風に乗ってやってきた小さな種の話です。約3年前、私は国際交流員として山形県の米沢市というところ として来ました。雪国山形の中でも特に雪の多い都市で知られている人口8万人ほどの町です。シアトル育ちの私はどうして東京や大阪、京都のような大きい町じゃないんだろうと正直不満でした。また日本人は勤務時間が過ぎても夜遅くまで働くと聞いていましたので、その中で自分はうまくやっていけるのだろうかと不安でした。私が市役所で働き始めたのは真夏の頃でした。猛暑の中、多くの人は日が暮れても暗くなるまで働いているようでした。この人たちはなぜ仕事にこんなに自分を捧げているんだろう。私には理解できませんでした。自分はちゃんとやっていけるのだろうか、ここに来たのは間違いだったんじゃないだろうか。その時の私は水を与えられてない種のようでした。そんなある日、ある人は私に言いました。ちょっと畑仕事手伝ってけど。畑仕事なんかしたことがないしつまんなさそうだから断ろう、割ろうと思いました。しかし69歳になるそのおじいさんはいつも国際交流イベントに熱心に参加してくれるだったので、すぐに断るのを悪いと思い一回だけ行ってみることにしました。訪ねてみるとそこは普通の家でした。そして奥へ進むとそこには手入れの行き届いた素敵な菜園がありました。農家ではないのですが、そこで食べさせてもらった人参はスーパーで買ったものとは違う素晴らしい味がしました。私の心にやっと春が来たような気がしました。その日から毎週そこを訪れるようになりました。私たちは作業を分担して行うようになりました。彼は畑の耕し方、
種のまき方、水のやり方を教えてくれましたが、なぜか力仕事はすべて私の仕事となっていました。それは決して楽なものではありませんでした。こんなところで何をしてるんだろうと思うことも時々ありました。しかし夏の空の下、汗を流しながら私たちの友情は野菜たちと共に成長していきました。ああ、本当に数えきれないほどたくさんの種類野菜を育て、それを収穫し、そして料理し食べました。ケンシン汁やそれから菊の花の料理や芋煮などの伝統料理なども作りました。そして米沢の独特の風土の中で育つ野菜や食べ物の美味しさに目覚めました。私はやっと米沢の暮らしの楽しみに出会ったのです。そうしているうちに私の中に大きな変化が起きました。米沢の美味しい食べ物、それを育む素晴らしい自然、そして何よりもその風土の中で生きている人々の生き方を理解し、その人々とのつながりを感じるようになったのです。私という谷をよく芽を出し、この土地に根を張るようになったのです。畑仕事という一つのきっかけから私は努力をする喜びを知りました。さらにそこから友達、仕事の仲間、そして自分が住む米沢、そして日本に強い絆を感じることができました。私たちの周りには常にたくさんの出会いがあります。一つの小さなつながりを大事にし、努力することによって大きな強い絆になります。小さな種に水をやり、大事に育って、いつか大きな実を結ぶことができるように。ご清聴ありがとうございました。米沢の方言でお少しな。農業とともに米沢での絆を育んだアレックスさん。いっぱい取りました。Good job. Looks delicious. Looks delicious. This looks delicious. Yeah. Looks delicious. アレックスさん、米沢で育んだ絆をこれからも大切にしてくださいね。いやー、全部美味しそうですね。Good job. Yeah, thank you. All right. 乾杯。乾杯。会場のお客さんから寄せられた感想は、努力の種、野菜のように成長したね、アメリカ人らしい表現力が良かった